最初の技。ドゥルルルン。さて今回はロマニー牧場に行こう。そのためには大爆弾。念のため70ルピーにしとこうかな。買う。大爆弾を手に入れた。とミルクロード。当てるもんがない。盾すげえ。ゴー。出した方が早いぜ。君誰？バッタ君だよ。我が名はシュウヤ。悪を断つ剣なり。バッタ君ってのはどう？今夜あいつらが来るんだ。あいつら毎年カーニバルが近くなったら夜にやってくる。キャトルンだろ。あぶしい。ぼーっと光る玉に乗ってきてたくさん降りてくるの。そして牛小屋に来てキャトルン。お姉様は信じてくれないから守らなきゃ。助っ人募集中。はい、やった。さすがバッタ君。作戦を発表します。弓矢で撃つのよ。練習しよう。2分1分よ。これむずいんだよな。3回ぐらいやり直した。2分じゃなくて1分切りたくて結果何もなかったんだけど。いいよな、ヤブサメは。でもなんだろう、当時に比べて異常に上手くなってるな。40秒73だって、超新記録。今夜の2時、よし。じゃあもう2時まで暇だから、まず
時間を早くしよう。はーい。いや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 、まだだいぶ暇だよ。なんでちょっと一つイベントを挟んでからするかな。弓が足りん。弓ちょっと増やしとこう。時の差がさあさあで遅くしてると宇宙人たちの襲来も遅くなるらしいんだけど、俺確か初回にやるときにむしろあのミニゲームの時間が長くなるんじゃないかと思って時の逆さ歌を解除してやったんだよね。で楽勝だった。今回は逆さ歌ありでやってみるか。弓補充しとかないと。逆さ歌ありだったらどれぐらい遅くなるのかが気になるところもある。今回は逆さ歌を歌った状態でやってみるか。てかスリのやつここ隠れてんだな。あ、20ルピーがなかった。喋る。あ、怪しいものじゃないですよ、本当私。前転からの回転です。よし、50本マックス。じゃあ12時まで暇つぶしだ。一発で倒したら20ルピーが出るのかなこれ。ちょっとドドンゴでも倒して金稼いでくっか。ドドンゴ50ルピーもらえるんだよな確か。結構美味しい。来いよドドンゴ。ドドンゴじゃねえ。アイスマン。ドラクエに出てきそうなドロヌーバだよ。ここだよね。最強の回転斬りを食らえ。ダメだ。あれ横っ腹これ、鉄か。剣が強いからもう余裕だろこれ。見てこれ美味しい。プラスここでハートのかけらだから5ルピーかな。2周目だから。あれ回復ハートか。まあ、ただの暇つぶしだしな。カマロさんいるかな。カマロさんキュッチャリ師匠。誰が流さないねん。カマロさんいる。
あ、いねえな。おかしいな。もっと寄るか。そろそろ文字盤に行くか。11時。あと30分です。そろそろだ。来た。ゼロ時、あ、いたいた。来てるね。ふっふっふっふー、危ないじゃないか。ドラマー、トン。な、だと悪いことはできないとはこのことじゃな。あやつもこれで懲りたじゃろ。やっとうちでもポム袋を扱えると思ってたのに残念だね。懲りただろ、だと爆発して粉々になったぜ。懲りるどころか人生終わっちゃったよ。えぐすぎる。さあ牧場に行こう。ルグロードでーす。急げ急げー。2時までにたどり着かねばならんのだよ。こっちじゃねえな。どこだ。やべやべ、時間やべ。走れ走れリンク、ウサギのごとく。ゴーゴー。リンク選手、かけます。マラソン前にも早くかけます。さすがウサ耳をつけているだけはあります。走る、間に合うか、走る、走る、走る、どんどん走る。行った、行った、2時にならない、間に合う、間に合った、間に合った、しかししまっている、ですよね。ここで待っておこう。ウィッス。へそくりゲット。牛さんや、あんた誠のお面かぶっとったら話せんのか。ダメか。よし、来たな。時間遅くしてみるか。別に早いままでも余裕だったんだけど、どうなるのかはちょっと気になるところがある。よいしょだね。外お願い。2時半からスタートだったっけ、確か。
来るか。来た。本当だ、死ぬほど遅い。その代わり時間3倍か。どっちもどっちだな。めちゃくちゃ遅いじゃん、こんなこんな楽勝じゃねえかよ。時間の無駄だ。やばいと思ったら使おう。C の右で打つのが打ちにくいっていう。無駄遣い。あと5発しかない。無駄打ちしすぎたな。補充補充。楽勝。対局だ。やったぜ。ありがとう。牛たちもお礼言ってる。早くベッドに戻らなきゃ、勇者くん。俺も一緒にベッドに行ってもいいかな。6時まで待とうか。これで完了だろ。で、そのまんまの続き。これはアンジュさんだから違うから、こっちか。2日目の6時ってことは夜にしちゃっていいんだな。よし、久しぶりだな、この画面見るの。次の日の朝、牧場の朝は早い。おもやクリミアさん、あれもう来てる。
ロマニーも似合いぞ。いた。こんにちは。絞ったミルクをクロックタウンに届けるの。ロマニーも行くのよ。お留守番。虫たちが帰るでしょって。よかったら乗っていく？夕方6時頃に出発するから、よかったらどうぞ。ロマニーも行きたい。あんたはダメ。ってことは服か。吹いたら夜の6時スタートだったはず。ぴったりか。弓だけ補充してみたいな。行く行く。あれ、どこにいるんだよお姉さん。あ、いた。こんばんは。行く。なんか心細くて歓迎するわ。結構前からお父様が亡くなってから無双になったんだ。牛にいたずらされたり、ミルク瓶を壊されたり、犯人はわからないけど、それどころか岩を置かれたよ。妹のロマンにも気にして弓矢の練習してる。お化けの仕業だって。町の人はあの月のことなんて言ってるの。マイル大きくなってるよね。友達がいるんだ、アンジュ。あさって結婚式なんだよね。落っこちるのかな、あれ。あれ、道が。坊や、弓矢の用意しといてね。ミルクロードが岩で塞がれていたことといい、見え見えのこの遠回り。全速でここを抜けるわ。追っ手が来たら弓で追い払ってね。ミルク瓶よ。いいよ、頼りにしてるわ。ビッグなお礼するからね。来たー。意外に丈夫だなお前。あ、無限に打てんじゃん。補充したけど。おいおい、弓パーフェクトの俺に喧嘩打ってくるなんて100年早いぞ。お前なんか膝に矢をかましてやるぜ。もう引退確定じゃね。膝に矢を受けてしまってなって言うにゃ。近い近い。
よし、逃げ切ったか。ふう、一体誰だったんだ。無駄な回り道をさせられてしまったぜ。バーテンさん、久しぶりのミルクだから喜んでたわ。ありがとう、かっこよかったよ。ディックじゃないけど、お礼に受け取って。ロマーニのお面を手に入れたシーデカブルとバーラッテの会員証に結構ビッグだ。いいことを一つするごとに子供は大人になっていくんだよ。そのお面は限られた大人のお客様にしかお渡しする。違うな。大人のお客様にお渡しする会員証なの。大人と認めます。牧場のミルクを守った。うう、座て。じゃあ次は走っていくか。その方が早いな。いや、飛んだ方が早い。お墓に行こう。2日目のお墓。